はぁ、最近面白いことないなぁ。暇すぎてパズドラしながら歩いてたら知らない街まで来てしまったよ。どうしよう。ふぅ、やっと追いついた。おいおつ主、急にいなくなったから、心配になって探し回ったぞ。何してんだこんなとこで。あ、ごめんごめん。たまに街を一人で歩きたくなるんだよ。霊夢もわかるだろ。いやわからんわ。ちょっと、ジャンプでの移動が疲れた。休憩しましょ。そうだな、そこのキラキラした街並みのところで休憩しよう。着いたな、ここで休憩だ。やっと休める。それにしても、すごい綺麗な街並みだな。そうだね、霊夢はこういう街並みのことをなんていうか知ってるか？ネオン街？ピンポン、大正解。一つ教えておくとね、ネオン街にはごく稀に、ネオンさんが現れるんだ。ネオン街にネオンさん、うぷ主、寒いダジャレはやめてくれよな。ダジャレなんかじゃないぞ、この前、別のネオン街で。ああ、ネオンさーん。じゃあ、サインしていい。なんでフランとマリサがこんなところに、てか本当に現れた。そりゃあネオンさんはネオン街の神様みたいなものだからね。ネオン街に来れば会えるよ。それ本当なのか？信じるか信じないかは、あなた次第。こりゃ嘘だな。ネオンさん、サインください。サイン。いいよ。わあ、やったー。ネオンさん、ネオンさん、握手してください。握手？いいよ。わあ、やったー。すげえ、ネオンさんサービスで熱いな。おい、霊夢も何かお願いしてみたら、今日は特別に気分が良くて何でも OK してるのかも。そうだな。よし、私も失礼を覚悟して。ネオンさん、ネオンさん。霊夢どうしたの？一緒に、大会出てくれませんか？おい霊夢、さすがにそれは無理だろ。少しは考えて。大会？いいよ。あのかということでネオンさんと、ハイツカップに出場することとなりました。いやまさかだったな、私なんて握手しただけだったのに。私だって、大会くらい出るよ。うわぁ、喋った。失礼ね、一緒に参加してるんだから喋らせてよね。いやまさか喋ってくれるとは思わなかった。フラン、本当は中身がボイチャしてるから、立ち入れ代わりに喋ってるんだよ。それ以上は言うなぁ。そうだ、いないかもしれないけど、ゆっくり実況初心者のためにネオンさんのご紹介だよ。ネオンさんはネオン CH という YouTube チャンネルでゆっくり実況の動画を投稿している活動者です。チャンネル登録者は10万人を超えていて、YouTube の公式マークもついているよ。初曲はみんなも知ってるゲームウィズだよ。うぷ主もゆっくり実況を始めた時から認知してました。そんな二人はどうやって知り合ったんだ？さっき私が大会出ましょって言ったから。それはこの茶番の世界の話なんですよ。ねねねネオンさん、どんな感じでうぷ主と？そうね、Twitter でやわらさんと絡みがあったんです。そうよね、やわらさん。そうだな、確かこんな感じで Twitter を。お前その素材使いたいだけだろ。こうやって巡り合わせたのも私たちがゆっくりとして活動してきたからですかね。後でうぷ主からたんまり休業を。あれ、うぷ主消えた。うぷ主休業の話になるとすぐどっか行くからな。また逃げたんだろ。ねえ、レイジー方面に敵が向かっていった。やばいやばい、初動フリーだからってまったりしすぎた。すぐ行きましょう。レッツゴー。こっち、山の上に1パーティーいるよ。了解です、すぐ向かいます。ネオンさんがかなり近づいてる。早めに向かってカバーしよう。バレた、上取られてる。上の敵3点当てた。ナイス霊夢、一気に詰めましょ。ネオンさん、上の建築崩せる。オーケー、崩したら一気に詰めるね。崩した、レッツゴーです。霊夢も登った方が良さそうだな。そうね、私も登ってカバーしよう。まずい、下の敵に絡まれた。上の敵は任せろ。白35まで削った。霊夢ナイスエイムだぞ。いつもは全然当たらないのに。どうして？いつもの話は今はいいでしょ。お、もう一人の味方が一人倒してる。今回のもう一人の味方は誰なんだ？ゆっくり実況者のふえくんだよ。この動画に出てました。ああ、ふえくんか。ゆっくり実況者が集まってるじゃん。軽いコラボ的な感じになってるな。ネオンさん、そこラストいます。ふん、決めるか。キリ、モンブラーのフラスク。決まった。ネオンさんかっけー。お前ら、ネオンさんキルするたびに毎回こうなるのか？なるかも。だってかっこいいんだもん。動画がカオスになるからやめてくれ。ウィーピングの方まで移動してきたよ。お、救援物資があるな。待って、丘上の調査キャンプにも敵いるよ。気をつけて。了解です、ネオンさん。救援物資が敵に取られそうです。至急応援を。ちょっと遠いからすぐ行くのは無理かな。霊夢、先にダメージを与えておいてくれ。かしこまりましたー。撃ちまーす。一人シールドカット。私も来たよ、このまま攻めちゃいましょ。あ、ジャンパで飛んだ。私たちの貴重なジャンパを許さねえ。シールドカットしてるね、ワンチャンはいるかも。これはもう一致かねえ。
絶対倒してよね霊夢。倒さなかったらどうなるか。どうなるんですか。今後顔をおじいちゃんにした状態で登場させます。それってつまりこういうことですか。絶対に嫌だー。ナイスキル。だけど霊夢一瞬ヤバい顔になってたぞ。想像が顔に具現化してしまった。待って、こっちにまだいる。一人あった。いい感じ。ネオンさんナイス。でもまだダウンだったな。まだ仲間もいるし、別パもいるかも。あいますね。嫌がらせしておきます。スクリームでサージ対策死ぬほどやってきたからな。こういう時のアサルトエイムは自信ついてきてるね。その分ストームサージで何回も死んでるからな。もうそりゃ地獄よ。あれはもう勘弁。車でこっちに来てる。アンチ内だし、戦闘しちゃいましょ。了解しやした。クエ君が上取ってるね。下に来るかも。ドラーアサルトエイムゴリ押し。ナイス、時間かけずに倒せたな。あれ尋問したのに出てこない。近くにいないのか。ちょっと遠いみたいね。見捨てられた子かもしれない。かわいそうに。みんなはトリオは仲良くやってね。瀕死な敵見っけー。倒しておいたよ。ネオンさんナイス。かなりギリギリだったのか。物資がしょぼそうね。どこか倒しに行きましょ。確かにキルポイントも欲しいところ。いい感じの敵探してきますわ。ネオンさん、この塔の上ガッチガチに固めてますよ。お、物資も良さそうね。ただ攻めにくそうだな。ジャンパ結構あるよね。それでとつりましょ。ウノアクロバティックな戦法を提案しますね。というわけでレッツゴー。さあ、成功するか。やばい、高さ完璧。そういう、突撃。ラジャー。いたぞ。やあ、どや、とどめー。やべえ、カスダメのオンパレードだった。霊夢ナイスキル、チリチャブもある。これは美味しい。でも一人は飛んで逃げてしまったみたいだ。一旦作戦は成功したので良しとしましょ。ここからは終盤、引き締めていきましょ。全集中の呼吸で臨みます。注意、うつ主は鬼滅を呼んでいません。にわかオッツ、うるさいいんだよ。霊夢行くよ、ついてきてー。オケノスケです。アンチ内に敵いる、こいつらやりましょ。今向かってます。霊夢、下の敵、シールド割れてる。く、惜しい。もうちょいだったのに。うわぁ、なんだこいつらー。村分持ちだ、ワンパン注意。一旦回復させてください。回復完了。クエ君が高くてゼロにしてる。追い詰めたぞー。ナイスキル。でもここら辺で決めっちゃいるから注意を続けましょ。了解です。一旦待機してアンチ移動ですかね。次のアンチが決まったね。そこにいる敵がもう体力ないみたい。なんとか倒したい。待って、ハイドしてる敵がクエ君を襲ってる。あー、クエ君。今のはドンマイですね。霊夢、目の前まだいるよ。と、クエ君の物資だけでも。ほらだから言ったのに。ごめんちゃいっす。回復あるんで一旦落ち着きますね。ネオンさん置いてジャンパで逃げます。はぁ、霊夢、何してんの。おい霊夢、それはさすがにないんじゃないか。だってあのままじゃ確実にやられてたんだもん。仕方ない子だな。私に任せればジャンパがなくてもそっちに向かえるよ。なんとか合流をお願いします。まあ、私を置いていった罪に関しては覚悟しておいてよね。うん、あ、はい。うん、これは霊夢が逆悪いね。うん、合流したよ。アンチ移動行きましょう。レッツゴー。行けるのなら先端のレンザの上を取りたいな。私そこ目指してる。でもかなり敵がいっぱいいるな。ネオンさん、敵がかぶせに来てる。いてて、食らったけど大丈夫。ちょっと回復するね。アンチ内まで進行お願いできる？お安い御用です。いっぱい練習してきました。チリチャブジャバジャバするよ。レッツゴー。おお、進むぜー。ペッパー状態で三角進行するの強いんだよな。進行先がまっすぐの時に限るけどね。ネオンさん、アンチ内まで進めました。よくやった。ねえ、ハイブラ見て。ハイブラ？結構根元が薄い。崩せるかも。了解です。崩しにかかります。崩れた。落ちてくる。霊夢、ワンチャンキル取れるかも。お前の金を残せ。キル取った。物資回収する。霊夢、アンチ外だよ。大丈夫です。なんとか戻りますから。本当に行ったね。これで死んだら戦犯だよ。あれ、なんかおかしいな。ちょ、もうちょい戻ってこれた。あれ、燃えてる。じゃあ、あれ、霊夢さん。霊夢、これは世間一般的になんていうか知ってるかい？その、先輩でーす。ごめんなさい。まあそういう時もあるわ。あとは応援をお願いね。怒ってないんですか？何言ってるの？こんなことで怒るわけないじゃない。ネオンさんの器でかい。さすが、フランとかマリサだったらぶち切れてるのに。これが私たちとネオンさんとの差なのね。私たちはまだ子供を。一生子供を。大人になろう。もう資材もないし、この敵を倒して、どうにかリフレッシュしたい。もう白ダメですよ、激動です。く、当て損ねた。まだチリチャブもありますよ。ナイスマリサ、ここで決めるー。おー、ナイスキルです。やっぱキャーショの使い方がうまい。
さっきの敵、資材持ってれば。よし、だいぶ復活した。ナイスリフレッシュ。チリチャブと資材もあるし、まだハイグラも狙えるかも。頼む、ハイグラフリーであってくれ。お、フリーじゃないか？フリーだね、ハイグラゲット。ここでハイグラはデカすぎる。まだ資材もあるし、どうに開示したい。テンポか。直ノリだな。チャーショで迎え撃ちましょう。でや、あ、やば。オケー。いやー、GG でした。ナイファイです。くぅ、あそこで霊夢が死んでなければ得やまれる。それは言わない約束では。いやーみんな面目ない。いや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 、先にやられた私たちからすれば最後まで戦ってる姿は感動ものでしたよ。お気遣いありがとね。それで私はそろそろネオン街に帰るとするわ。よし、みんなで送っていこう。わあ、ネオンさん。おかえりネオンさん。ごめんね、ネオン街のパリッたちが待ってるからそろそろ行くね。今日はありがとう。こちらこそありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願いします。いやー、霊夢たち、今日はお疲れだったな。いやー緊張したけど、他の実況者と一緒にやると、得るものも大きいね。そうだな、ネオンさんの器大きくて、差を感じざるを得なかったからな。私たちも人間性を高めていく必要がありそうね。まあ、今日は頑張ったことだし、ここら辺でパーッと飲んでいきましょう。わー、やったー。酒、ビール、日本酒、ワイン、おつまみの焼き鳥。ちょっと待って。私たちお酒飲めるんだっけ？